ペリドットの原石ペリドットとは宝石の一種である。観覧石の中で宝石として扱われるものがこう呼ばれる。含有する鉄分の作用によって緑色を示す。ペリドットは夜間照明の下でも昼間と変わらない鮮やかな緑色を維持したため、ローマ人からは夜海のエメラルドと呼ばれていた。後にペリドットは十字軍によって、航海に浮かぶセントジョンズ島から持ち帰られ、 中世の教会の装飾に使われた。200カラット以上ある大きなペディドットがケルン大聖堂にある東方の3博士の3つの聖堂を飾っている。モースコード6.5から7.0。8月の誕生石である。石言葉は夫婦の幸福、平和、安心、幸福。古い産地としては前述のセントジョンズ島があり、鉱脈は枯渇していないものの、 採掘が禁じられている。宝石として流通できる品質のものの産地は、アメリカ合衆国のハワイやアリゾナ州、中国、ミャンマーなどである。この他、石鉄隕石の一種であるパラサイトの中に、稀に宝石室の観覧石が混じっていることがあり、原石のまま、あるいは特に大きいものはカットされ流通することがある。隕石自体が珍しいものであり、その中でも稀にしか見られず、 さらに生成の由来が所有者の夢を掻き立てることもあって大変高価である。ペリドットはマグネシウムを含む駆動観覧石と鉄を含む鉄観覧石が混ざり合っている。駆動観覧石が多いと黄緑色、鉄観覧石が多いと褐色や黒色になる。宝石として使用される黄緑色のものは駆動観覧石が90%近くを占める。ありがとうございます。